でまあファンタジアがやっぱ中止になったってのはやっぱ辛かったですしね、デイ1もデイ2もみんな、まあ、練習めちゃくちゃ頑張ってる中で、まあ、中止になってしまったってのはあるんですけど、まあ、やっぱツイッターとかでもね、なんか些細な、なんかそのツイートなんかなんですけど、どっかの美容院がファンタジア用に髪をセットしましたみたいなツイートしてたんですよね。それ見た時になんか結構ガーンってきて、なんか屋敷図カラーみたいなのに髪を染めてる人の写真があったんですよね。それ見た時に結構ガーンってきてしまって、いや別に髪染めた人が悪いわけじゃないんですけど、こんなおしゃれ頑張ってる人とかいるのに中止になっちゃったのかよみたいな、余計ショックみたいな、そう、いや事の重さみたいなのをさらにそこでうわーみたいな、うわーみんな、いやみんなやっぱ楽しみにしてくれてるし、やっぱなんかそういうことしてくれてる人もたくさんいる中で中止ってマジ答えるなみたいな、いやその辺結構やっぱ辛かったっすよね。しかもやっぱ俺ら演者が見れるかどうか分かんないような努力をしてきてる人たちいるじゃないですか、まあおしゃれとかね、まあそういうのをやってる人たちがいる中で中止っていうのが個人的に結構ショックが大きくて、送り花とかもねちょっとなかなか直視できないですよ、画像とかありがたいんですけど、うわーみたいな、直視してあげるべきなんだろうけど、うわーマジで申し訳ねえみたいな、オミクロンさえなければみたいな、いや本当にオミクロンのね流行り始めたタイミングってのが本当に何もかも最悪だったなっていうので本当に悔しかったですよね。あ、ちなみになんですけども、しつこいんですけど、遊戯王の映画一生見たかったって言われるんですけど見てないですねすいません見てないです。あの美味しんぼのアニメ一生見てました。プロセカのイベランしながら見てない映画見るのって失礼じゃないですか。ってなると美味しんぼはもう僕大体見尽くしてるんで、イベランしながら垂れ流せるんですよね。うん、てか美味しんぼ面白すぎるマジで。いや、てか映画見ますよ、じゃあもう見ます、見るからもう分かったって俺が遊戯王 あのゲームの配信とかしたら一生前ら映画見た2でしょ。でもしょうがない、美味しんぼ面白い、みんな見た方がいいよ美味しんぼ。